本のような100点の親は無理でも、我が子にとって100点の親であればいい。初めての育児なんやからできなくて当然。育児と家事を完璧にやれって、誰かに言われたの？大きくなってから、あなたは母乳で育ちましたか？ミルクで育ちましたか？なんて聞かれないでしょ？みんなちゃんと育っているんだから、どっちでもいいのよ。少しくらい適当でいいんだよ。適当っていうのは適度に当たってるということなんだから気にするな。母親が一人で抱え込むには、子育ては荷が重すぎます。最良の母親とは、まあまあの母親である。親がひたむきに生きる姿自体が、どんな幼い子にも素晴らしい影響を与えるんです。どうして自分を責めるんですか？他人がちゃんと必要な時に責めてくれるんだからいいじゃないですか。お母さんに勝る教育者はいない。保育士の方々がどんなに子供たちを可愛がっても、お母さんにはかないません。大人になって、ミルクしか飲まない人なんていないよ。必ず食べるから、今はその時じゃないだけ。レトルトの何が悪いの？お子さんはこんなにすくすく育っているよ。お嬢さん、元気なんて出すものじゃないよ。元気をもらえる場所に行って、元気をくれる人に会いに行って、元気のつく美味しいものを食べなさい。赤ちゃんもあなたもまだ半年。赤ちゃんになって半年、お母さんになって半年、お父さんになって半年。お互いわからないことだらけだから問題ないよ。子供はね、どんなにずっこけた人であってもお母さんが大好きです。火事になるわけでもないなら、明日できる掃除を今日やることはない。子供たちのいいとこ探しをして、褒めて伸ばしていけば必ずまっすぐに育つ。子供たちは全員できます。できない子はできないのではない。少し時間がかかるだけで、できるまで待ってあげればいい。すべての子は素晴らしい可能性を与えられている。ダメな子なんていない。いや、こうするのが当たり前なんてものは何もないです。究極の育児は、夫婦が仲良くしていること。育児くらい崇高で素晴らしい仕事はない。